J1 で初優勝した川崎が3日、川崎市内のクラブハウスで今季のチーム会議、知識を開き、祝福に訪れた約300人と交流して歓喜を分かち合った。サポーターに向けシャーレ、優勝銀皿、を掲げて盛り上げた中村は、夢じゃなかった。朝起きて、また、最終節の、大宮戦の日だったらどうしようと思った、と言って笑わせた。クラブハウスや事務所には花が届くなど、当面は祝賀ムードが続きそう。10日には川崎市主催の優勝パレードが行われ、来年1月11日の始動までオフに入る。